どうも、ネオモングリッパー矢口です。ということで今回も学園アイドルマスターやっていきましょう。ということで今回は新作 SSR のサポコミュ見ていこうの回でございます。はい、ということで今回はこのカード、そして最近出たでこの2枚のカード、この計3枚を見ていこうかなと。これから行こうかな SSR。 いや今回の、ガチャ更新で来たやつなんでね、皆さんも当ててください。さあ、ということですっかり秋色ですわね。ということで秋の食べ物行きましょうか。確かにな、ちょっと寒なってきたもんなね。行きましょうかいいんですけど、それは文化祭の準備というのは、うん、いろいろ必要なんですのね。まあでもハロウィンやからやっぱ文化祭の時期なんか。ガムテープ、うん、布、はあ、これは結構大変そうですわチナとなんかクラスのやつかな。頑張ろう。おお、ヒロが。もちろんですわ、一緒に頑張りましょう。うん、はあ、おお。それにしてもススキがこんなに。もうすっかり秋ですわね。いやでも学マスのさ、この一枚絵めっちゃ良くない？なんか関係性がこう一枚に現れてる、めっちゃいいね一枚やと思うんやけどな。うん、過ごしやすくていい。確かにね、秋といえば食欲の秋ですわ。うん、私秋は毎食楽しみなんですな。いいなチナのこの感じ。でもヒロはどうなんやろ、あんまご飯がな。取れたてで新鮮なサンマの塩焼きそして松茸の土瓶蒸し、栗ご飯。ちょっと金持ちの感じ出てんで、これもう全部美味しいですわいやでもさ、松茸とかさ、そのいや、なんていうか魚の美味しさとかにさ、この年齢で気づいてるっていうのがすごいよな。なんか最近は魚食べて、あーやっぱ美味しいなって思うけど、まだまだ肉好きなさ男児ですもの。そうなんだ、ね、そうなんだいや、そうなんだで終わんのかい。はい私秋の食べ物は全部大好きなんですの。まあ確かに美味しいね。篠沢さんは秋の食べ物はお好きですか？あんま好きそうちゃうけど。あまり食べたことないかな。おお、秋の食べ物どうなんやろうな。ヒロってあんまご飯にさ、やっぱヒロってなんかちょこちょこ食べるけど、あんまなあ、そのご飯のイメージないからな。そのハロウィンの時はお菓子いっぱい食べてたけどな。それはもったいないですわ。おお、今夜我が家に来ませんか？誘い方が金持ちやな。なんか夕食いかがってあんま言わへんもんな。いいの？おお、ふふふ、おお、今夜はな、うん、そう松茸ご飯なんですの。へえ、いいな。篠沢さんも松茸の美味しさを知ったら病みつき間違いなしですわ。うん、病みつきちょっと興味出てきたかもそうでしょう、そうでしょう。うん篠沢さんと一緒に松茸ご飯、私とっても楽しみですわ結構チナとさヒロの会話ってほのぼのしたの多いよな。前の何やったっけ、なんか SR のタンポポの綿毛を飛ばしてるやつもさ、こんな感じの空気やったよな。へえー、なんかいいね。なんか空気感がいいわこの二人な。その梅ちゃんがいいヒント、騒がしくはないけど、この二人の空間もなんかねいい感じはするよな。はあ、なんか普通に仲いい友達やもんな。楽しい買い出し行きましょうか。お、よいしょ、結構重いですわ。その文化祭の買い出しかな。花見さんならきっと軽々なんでしょうね。梅ちゃんは今日は来てないんや。ガムテープもこれだけあると1キロを超える、とてつもない重さ。そう、声が覇気ないな、ほんま1キロで。しかもこれか、いい筋トレになる。青ざめて、はぁ、私まだ持てますわチナも頑張って持ってあげて。ささ、このエコバッグに入れてくださいませ。いいな、エコバッグ持ってる感じ。大丈夫、ここからがいいところだからその自分に負荷をかけて。もう
協力して運びましょう。仲いいな。うん、シノにも半分あげるね。ん、ほう、篠沢さん、どうかしましたか。うん、シノの袋空っぽ。ええ、もう本当ですか。初めてのお使いか、お前。そこに穴が開いてる。ほら、あっち転がっていくよ。初めてのお使いで、ほんまにあのちっちゃい子がやるやつやんか、これ。追いかけましょう、篠沢さん。ガムテープが坂を転がっていく。早い早い。追いつけるかな。そう、ショッピングモールであんま怒らんわ、こんな。楽しそうにしている場合じゃありませんわ。ああ、走ってた。お待ちくださいませ。チナ、チナダッシュ。いや、ガムテープの買い出しやろ、これ。ただの楽しいね、買い出し。こんなならんわ。すごいな、なんか、いや、やっぱチナとヒロ、あれやな、体力ないコンビやな、ほんまね、ままならないね。はい、3つ目いきましょうか。最後、きっとずっと。お、はあ、なんとかなりましたさっきの続きか。チナと一緒だと楽しいことばかり起こるね。いつもありがとう。おー、いい、なんかいいね、このねも可愛いな。そんな、相変わらずご迷惑をおかけしてばかりですわ。うん、篠沢さんは、おー、もう寮には慣れましたか。結構そのヒロとかは一人でな、あの暮らしてる感じやもんな。みんななんかリーリアスミカと、まあ、信号機3人組とか一緒に暮らしてるけど、あんまりな、この辺は一緒には暮らしてないもんな。あんまり。ああ、そうなん。聞いたことがありますわ。うん、妖精の皆様は身の回りのことを全て自分でやるのだと。あ、そっか。ほんでチナは自分の実家から通ってるって感じか。洗濯をしたら床が泡だらけになった。そう、ヒロやっぱこういうの無頓着そうやもんな。あんまり理論は分かっているのに、いつもうまくいかなくてワクワクする。ニコニコしてんな。私、寮ではとても暮らせそうにありませんわ。いや、でもすごいよな。でも高校生やろ、これ。想像してみてほしい。お、もし、はいはい、チナと私が相部屋で寮暮らしをしたら、いや、でも見てみたいけどな、それ。篠沢さん、私ね、うん、初星学園に入学してから毎日が新鮮ですわ。チナの私ねってめっちゃいいねんな、これ。なんかチナが自分のこと話すところってどこもいいねんな、めっちゃ。うん、初めてお泊まりをしたり、うん、教授に向けて、はいはい、皆さんと準備をしたり、まあ温泉とか、これ文化祭も今回もそうやな。この楽しい時間が一生続けばいいのに、そう思ってしまいますな。そうなんだ、私も同じ気持ち。なるほど。きっとずっと楽しいよ。たくさん思い出作ろうね。はあ。私たちずっとお友達ですわ。はあ、いいな。これがきっとずっとね、友達でいるっていう。なんかチナとヒロいいよな。そのな、がっつり仲良しっていうさ、そのね、親友だもんねとかじゃなくて、この空気感の、この距離感のね、この厚みのある友情、めちゃくちゃいい。あー、いいね、ほんま。なあ、なんかヒロとチナのカードってそう、こういうとこあるんすよね。めちゃくちゃいいわ。こっち見ていこうか。はい、ほんでサキとヒロ、それツイッターで見たけどさ、サキがちょっと小さいっていうのがね、で俺も好き。そこに乗っからせてもらいます。それが好き。うん、かわいいよね。なんかヒロが意外にな、身長高いねんな。159かな。で154やねんな。
なんかふと並んだ時にさ、サキがちょっとちっちゃく見えるのがいいよな。この性格と小ささが可愛らしいねんな。じゃあということで、あなたも飲む見ていきましょう。サキの訓練ね、トレーニングしてるけど朝練終わり？そう、常備薬みたいな感じで SSD 出してるやん。おろ？おん。いや、ヒロも。あなた大丈夫？さ、朝練して、あ、そうや、でも結構さっきとさ、ヒロってあんまり関わりないよな。平気。じゃ全然平気な顔してないから。そうは見えないけど、うん、朝のジョギングは無理だから限界までウォーキングしてきたところ。ウォーキングでこれやったんや。それ何？興味持ったらあかんって。だ、多分ヒロとこのな飲み物相性悪いで。そう、化学に強い人とさ、さっきのこの化学物質はちょっとやばいかもしれん。私特製のスーパースタミナドリンクよ、うん、練習の後いつも飲んでいるの。まあ、飲み物が光らんねん大体。よかったらあなたも飲む？差し上げる。え、飲む。キュピーンって言ってるけど、の飲むよほんまに。ちょっと待ってなさい。嬉しそうやな、さき。いいなぁ、さっきも嬉しがるの可愛いな。うん、もてなしてる笑顔を。いただきます。うん、ヤグル。ねえ、どっちやね、感情がわからんなこれ。いや、でもやっぱ聞くんかな、そのね、美味しくはないけどやっぱ聞いてる感じはこのキラキラで伝わってくるけど。面白くて素敵な味。いや、そういう、そういうもんじゃないねんけどな。でしょーでしょって。すっごく体いいんだから。その文脈と合ってないけど大丈夫。面白くて素敵な味って言われてでしょーじゃないから、あの体に効いてる感じがするって言われたらでしょーでいいねんけどさ、それ褒められてないからあんまり、うん、また飲みたい。飲みたいの？レシピを聞いてもいい？何で作ってんねんやろうな。いいわよ、うん、そうだ、明日からあなたの分も作っておくわ。ありがた迷惑。っていうか、何を入れたらそう発酵するのかっていうのもな、知りたいところではあるけど。そこの冷蔵庫から勝手に取って飲んでいいからね。そう、みんなの見えるところにあるんやこれ。なんかサキもサキでいいな。そのでもヒロもこういうの好きそうやから相性ちょっといいんかもしれへんな。そう、体力面では全然ちゃうけど。じゃあ2個目いきましょうか。負けず嫌い。うん、へえ、あなたも高校から初星に入ったのね。ほんでここの二人の会話か。なるほどね、そうやんな、二人ともそうか。そう、うん、どうしてもアイドルを目指したかったから。なるほど。ふーん、いい覚悟を持っていそうね。ラスボスかお前。ちなみに私は入学試験首席だったのよ。もうなんで今言った、なんで今この流れで言ったんよ。梅がいつも自慢してる。そう、ドヤ顔してな、なんか可愛いわ。あの子ったらもう照れちゃうじゃない。さっき可愛いな、なんか。ちなみに私は筆記試験が満点だった。確かにね、それはそうや、ヒロそうやった。なだからさっきはきっと2位の人。いや、それ言われるとね。なんですって。負けました、1位じゃないですよさっきさん。まあ、そうやけど。うん、でも筆記は私が1位。確かにね。あー、確かに。でもそっか、梅ちゃんの会話とかでこうサキがこうねライバル視するっていう話で、なんか直接は喋ってないけどあったな。あなた、さては負けすぎないね。いや、サキも初っ端主席でドヤ顔してたやんか。そうなのかな。マウントを取って楽しむのは。そう、主席マウント取ってたやんけ。性格悪い、負けず嫌いだけよ。サキさん、そっか。いや、サキも全然言えへんから。私負けず嫌いなんだ。ああ、
へえ、なるほどね。あ、この二人、そっか、そこで共通点あるんか。そう、梅を軸としたね。まあでも、さっきはあれやろうな、その体力面でも1位やし、そう、筆記は2位とかやから、まあ総合的に1位やけど、まあヒロがね、あの筆記は1位やったっていう。ほう、なるほどね。飲み物からつながる絆やったわけやな。なるほど。じゃあ次こっち見ていきましょうか。チナの恩返しで、手まりとね、チナのやつ、お返しチャンスということで見ていきましょうか。おう、文化祭の準備で大忙しですわ。まあれかな、ハロウィンの仕事が終わって文化祭に突入した時のチナかな。あら、おう、月村さん、演劇のレッスンでしょうか。あー、なるほどね。そういう文化祭での劇とかあるんか。愚昧なる凡人どもよ、罪深き我が同胞どもよ。そ、前の飯切れてた時と同じ感じやもんな。私の歌を聴くがいい。我が妻よ、妬み、曽根み、ひれ伏すがいい。そ、どんな劇やねんこれ。何かよ。なんでやねん。いや、そ、チナが毎回かわいそうやねんこれ。注文をしてしまいましたわ。別にその何か用はそんなな、そのガって言わんでいいね。別にいいけど。うん。あのさ、やっぱりなんでもない。ああ、どうしたん？その怖がられてることに対してちょっとあれなんかな。私でよろしければお話を伺いますわ。ああ、そっちじゃないかも。お役に立てる自信は全くありませんけれども。可愛らしいな。何それ。ああ、ありがとう。なら聞いて。やっぱりそのハロウィン超えて仲良なってんねんやな。何かよ、もうあれやったけど。へえ、ここも仲良くなってるんやな。あの後もちゃんと。よかった。というわけで、歌だけじゃなくて演技も必要なんだ。なるほどね。演技はそんななんかな。なのにこの役の気持ちがよくわからなくて。うん、読んでみてくれる。手まりちょっと感情表現とかがな。むずいからな。ほう、有名なお話をアイドル化向けにアレンジしたものですのね。すごいな、そんなんやるんや。月村さんが演じるこの方はとてもひねくれた人物なのです。それわかるはずやろ。うそうですわね。うん、元となったお話を見たり、うん、この脚本を書いた方に。お、脚本ね。詳しく聞かせて。もうそんなガッと。お任せくださいませ。いや、でも手まりはやっぱ頑張るところはめちゃくちゃ頑張るからいいよな。努力型のね。いつも親切にしていただいているお返し、おう、ついにできたのですわ。なるほどね。がお返しのチャンスやったわけか。じゃあ次、意地悪で優しい、意地悪で優しいのは手まりなんかな。行きましょうか。うん、あ、月村さん。おお、いい顔してエンカウントしたけどな。一組の出し物とっても素敵でした。へえ、もうクラスの出し物であの劇やったんや。ほう、あなたのおかげ。あら、何、手まりさん、素直な気持ち漏れてますがな。チナ、手まりとすごく仲良し。おー、まあ例の件からね、次ヒロも仲良くなるはずやねんけど。はい、すっごく仲良しですわ。あ、なんかいいな。チナがトゲトゲしてない分、こうね、手まりを包み込んでいい感じにはなるよな。すっごくってほどじゃないから。あ、いいね。そうなのですか。ツンデレが効いてない。なま、負けてるやないか。別にいいよ。おい、すごくでもなんでも。おい、もう手まり、お前言えたじゃねえか。お前、そう、成長、手まりの成長を見れるのいいね。そう、チナがストレートな分、このね、ひねくれてられへんっていう感じがね。はあ、私ね。出ました、私ね。月村さんのこと、わかってきましたわ。いや、いいね。な、何それ。負けっぱなしやないか。月村さんは一見怖くて厳しくて意地悪で
意地悪で。意地悪2回。怒るよ。なんでやねん。本当はとっても親切で優しい方。そうでしょ。そうですよね。本当に優しかったらあんな言い方はしないでしょ。まあでも結構その個人のねストーリーの方でも手まりから言われてこう親切やったとかいう話もあったしな。言っておくけど、うん、謝るつもりないから。はい、私のためを思って言ってくださったことですもの。そういうことやな。これからもどうか厳しくお願いいたします。いやいい、これをチナが分かってるのがすごい大人やねんな。なんかね、素直がいい。負けすぎやって。それ手まりがもう再起不能じゃないこれ。ちょ負けすぎてるな手まりな。こうなるならツンツンせんでええやんって思うんやけど、まあ、これがね手まりの良さやから。なんかねこう愛されるよなやっぱ手まりって。いやいいな、どの話も良かったな。なんか今回いやなんかチナヒロ感、ヒロサキ感で手まりチナ感のね、そのそれぞれの友情なんかいろんな形あるよなっていう。いやーよかった、すげーおもろかった。はい、ということで今回はですね新作の SSR、SR とかの、サポコミを見ていこうの回でございました。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。また次回の動画でよろしくお願いします。お疲れ様でした。